Yo, what's good? Champloo here at Anime Central, y'all, here for this IG Season 2, Episode 1, y'all. Yes, the first season I did because the patrons went ahead and voted for it and shit, man. It was a cool series and everything, but now we're here for Season 2. Just premiered, I believe, yesterday, so sometime yesterday, but yeah, let's go. Yeah. また会ったね。アジンの佐藤だ。今日話すのは楽しい話じゃない。切迫。我々は追い詰められた。だから決断せざるを得なかった。Forced to make a decision. Just shit on them. Damn. 武力によって住みよい国づくりをスタートさせる。He said, "You're gonna give me the respect that I deserve, or I'm gonna take it by force." Damn. さあ、ショータイムだ。Bruh. 作戦は気を持ってよしとすべしでしたっけ。あのさん、人間じゃねえ、怪物だよ。国民に問う、我々と人間どちら側につくべきか。So who are you betting on? Damn. 長井家の潜伏先が判明しました。佐藤さん、あんたのせいでめちゃくちゃだ。今夜は解剖台で眠るという。003番、長井圭。捕獲しろ。いや、いや、タイダーシチュエーション。 帽子とも田中とも全くの別物だ。で、どうすんだ。どこ逃げる。逃げるのは終わりだ。佐藤を止める。Bruh. Let's go. Yeah.後輩は先輩を出迎えるものですよ。処分が決まってるならさっさと言え。先輩はアジン管理委員会から除名されます。当然でしょう。先日は帽子に好き勝手やられ、今夜に至っては長井と中野まで取り逃がしたんですが、そんな戸崎さん、私はどうなる。以前言ったはずですよ、地獄行きだと。事態が急変しましてね。先輩の首は皮一枚でつながりました。さあ行きましょう。何が起こった。帽子から第2の犯行予告が出されたのです。今日私は第2ウェーブの開始を決意した。人間は顧みることなく我々アジンへの弾圧を加速させている。第2ウェーブのテーマは浄化だ。田中君が拘束中に見聞きした情報などから陰謀に加担した組織の主要な面々15名をリストアップした。私がこれから出す要求を政府が飲まなければ、我々はこの15名を暗殺する。アジン.net からダウンロードしたものです。大臣までか。防止の要求は2つです。1、これまで政府及び各関連企業が行ってきたアジンに対する人体実験及びそれによって得られた利益の正式かつ詳細な公表。2、アジンに市民権を認めること。バカな、そんな要求飲めるわけがない。ええ、ですから大臣暗殺までに何としてでも佐藤を止めてください。これがラストチャンスですよ、先輩。You got one more chance, motherfucker. Better not blow it. 人命を盾にとって要求を突きつけるというのは極めて卑劣な行為であり、強い憤りを覚えます。つまり佐藤の要求には応えないということですね。アジンに対して人体実験が行われたなどという事実がない以上、政府としてはテロに屈することなく早期解決に向け最大限の努力を尽くす所存であります。2日前に行われた官房長官の記者会見の様子です。アジン佐藤から第2の犯行予告が出されて以降、総理官邸では緊急対策本部が設置され、関係省庁と連携して情報収集に努めるとしています。無視、自然にしてるのが一番。17、8なんてみんな特徴ない顔してるんだ。日本中で僕にの学生がああ言われてるはず。はい、中に行こうぜ。バカは死んでも治らないのか。Exactly. Oh my god. こちらが佐藤とその他のアジンです。発見した場合は直ちに警察へ通報してください。あれ、なあ、あそこにいたやつって。あ、電話、警察に電話した方がいいって。とりあえず走らせんのはいいけど、どうすんだよ。なんか当てあんのか。So y'all need to, y'all still need to lay low, but y'all need to come up with a plan, an idea, and all that shit. なんかめんどくさくなってきた。あ、おばあちゃんのとこにいたかったな。もうお前が全部決めていいよ。じゃあ佐藤のとこ乗り込むぞ。This is new. Okay. Oh my god. バカかよ。いいか。現状僕らに勝ち目はない。Exactly. 佐藤さんの居場所が分かったとして、クソガキ2人に何ができるよ。奴を止める方法は檻にでも入れるか。その檻はどうする？できることはないってのか。ないだろ、ほとんど。僕らの持ってるカードは次の2枚ポッチだ。1つ目は僕がそこらの大人よりよっぽど頭がいいってこと。僕らは麻酔銃もアジンを閉じ込める場所も持ってないが、そこは工夫次第だ。前に生涯無力化する手段があるって話しただろう。したっけ？したの。You need to find some allies or something, man. あの村の山奥には古井戸の跡があった。ポイントは穴の中には空気がないってとこ。地中のバクテリアが酸素を奪って穴を無酸素状態にするんだ。人は酸素のないところへ急に入ると瞬間的に意識を失う。アジンならエンドレスだ。うん。2つ目は戦うための最大のスキルをすでに持ってるってこと。いや。戦場で次のうち一つだけ選ぶなら、1、屈強な肉体、2、戦略的頭脳、3、不死身。屈強な肉体だろ。そうだ。すべての人が不死身を選ぶ。それらを踏まえれば対抗できる手段があるはず。そんなら。だが佐藤さんにはそれをはるかに上回る人員、物資、経験があるんだぞ。僕ら2人で戦う？笑えるね。そこで僕らが今やるべきは何か。筋トレ。仲間を探すことだ。それも Don't understand that. Yeah, you're the ally. You need the fuck? Okay, you're doing the wrong. That's Sato's way. And that's where they were. Exactly. The hell with danger. 待ってたぞ。何のメールだよ。あの日バレる前にアジン管理委員会役員の身辺調査を依頼した。更新所にいた。その中で興味深いやつが一人。そいつ。That motherfucker, he was going hard to get his ass. Shit, extra hard, yo. Yeah. So what's your plan? What's your idea? 現在は他県警とも連携して神奈川、千葉、埼玉まで捜索範囲を広げていますが、佐藤に繋がる手がかりは皆無です。対策としましては、殺害リストの1番目に挙げられた若井氏への襲撃時に捕獲するというものです。警察には国家首脳レベルの警護体制を敷くよう指示を出していますので。分かってるだろうがな、戸崎。私が殺されれば、お前のくだらん人生もそこで終わりだ。Damn, so she's dead. Your miserable life will end as well. Holy shit. いいぞ、中野。こいつは面白い。婚約者が意識不明の重体で、その医療費を自分で負担してるらしい。それをちょっと払いきれない額だ。こいつには佐藤を止め自分のポストを守らなければならない理由がある。何より恋人という弱みがある。Exactly. こいつは使えるぞ。何が楽しいんだよ。戸崎さん。That's true. そろそろ役員会議の時間ですが。Laughing up that epic storm, yo. You, sa. Tobacco, yame nai no? Mata you. Datte, anata to skoshi demo nagaku issho ni itai mon. Donna toki demo chance wa aru hazu da. 行くぞ、下村君。Answer that shit。テレビをつけろ。誰だ？なぜこの番号を？いいからテレビを見ろ。早く。現場では盗難車と警察車両による緊迫したカーチェイスが続いています。同乗しているのは逃亡中のアジン、永井圭との情報。永井圭だと。そうだ。僕らがどこに向かってるか、あんたならわかるだろ。な、くそ、バッテリーが。警察は周辺一帯の住民に注意を喚起、外出を控えるように。この道は。また運転をする協力者とともに。あの野郎。Chris。Oh shit。Damn, the car got an aura, okay. I mean, back lights and shit. 耳戦闘にせ ID は持ったな。私は裏口から入る。了解。容疑者は病院内に逃げ込んだ。確保に向かう。裏と表両方から入るぞ。We got this shit from here. ご苦労様です。君たちは外で待機だ。我々が入る。何なんだよ長い。何するつもりだ。説明は後だ。お前は隠れててくれ。どこに？どこでもいい。敵が強行確保に走ったら幽霊で奴の取り巻きを鎮圧しろ。幽霊ってあの黒い化け物だ。俺あれ出せねえぞ。笑えないんだけど。マジだよ。初めて見たときすげえビビったんだから。どっちにしろ隠れてろ。お前がいたらやりにくい。はあ。They said anyway, just fucking hide. Damn. 何が目的でしょうか。復讐か。あるいは長井と佐藤がつながった可能性もある。危険なのでは。君の仕事は何だ。私の仕事はあなたを守ることです。私が死ねば君の未来もない。戦え、自分のために。現場は物々しい空気に包まれています。警察官が周囲を固め、アジンのテロを警戒してか、病院側は避難を始めたようです。あなたの顔なんて二度と見たくありませんでしたよ、戸崎さん。残念だが我々は毎日顔を合わせることになる。ガラス越しにな。話があります。物騒なことはやめましょうよ。話なら外でしないか。いい天気だ。捕まえる気なら幽霊を放ちます。僕の幽霊は命令なしに暴走する。眠らされても人暴れしてくれるはずだ。ただじゃ済まないだろうね。特に一番近いこの女性はお前殺してやる。はあ、待て、撃つな。長い、こんなことしなくてもいいだろう。邪魔するな中野。どうする、撃つか。やるならやれ。撃つな。バカかよ。長い、殺せ。やめろ。なんかめんどくさくなってきた。こいつは命令と逆の行動をとるんだ。目的は何だ。夏だ。日差しが差し込む教室。汗ばんだ手がノートに張り付く。静かで退屈だが洗練されてた。こんなはずじゃなかっただろう、あんたも。ああ、お前らのせいでな。違う。ここまで話をこじらせたのは僕でもあんたでもない。僕らは同類だ。ここへは取引をしに来た。アジンなど信用できるか。なあ、俺は難しいことはよくわからないけど、これだけは言える。俺たちは何が何でも佐藤を倒すつもりだ。この女の人のためにも。だから捕まえないで。だからあんたの駒になってやるよ、不死身の兵士として。そうだ。だからOh shit. So that's your ally. 容疑者は確保した。あとはこっちでやる。ところで本当に長井圭でしたか。いや別人だ。似てるだけだ。あ、終わってたんだ、夏休み。ったぞ。いやー、またまたあったね。佐藤。私の知る限り、我々の要求に対する政府からの反応はない。だから始めることにした。そう、トップバッターの若井さんだ。そしてこれがカウントダウン開始の合図だ。この第2ウェーブの終了とともに我々は次のウェーブへと駒を進める。第3、それが最終ウェーブだ。私がこの国を統治する。陳腐な夢に聞こえるか。私はやる。必ず。This motherfucker, yo.